本日の本棚の本が見たい、ビジネス技術実用英話題してます。ケンブリッジ系の試験1年、続いて IELTS シリーズで、これ中国の IELTS のやつですね。で、この辺が韓国で買ったトフルの教材たちですね。ここで始まりました、もんてつチャンネル。さあ、今回はですね、もんてつの本棚の本が見たいっていうですね、まあリクエストは結構来てたんですけども、まあそちらやっていこうかなと思います。ただ他にもオフィス持ってたり、あとは武田塾参考書持ってるんで、ルートの本はそっちに持ってっちゃったんで、自分の持ってるやつね。そうだから、武田塾、僕のね、講師行きや、著者本人たちから僕がもらったものっていうのがね、飾られております。肘井先生とか関先生の本ね、あれ当人たちからもらったもんですからね。ですが、まああとは実家にもいっぱいあるんでね、ほんの一部になるんですが、紹介していこうかなと思います。はい、もう上からこんな感じなんですけど、まあどんなのが入ってるのか見ていきますか。では右上にあるシリーズいきますね。まあまずは僕のトイックの品質英単語で、これが改訂前ですね。まだ中継出版がある頃ですね。でこれ大学とかで使ってて、でスバル社で変わって出しました。で国営英検のねものが結構あって、特営英級のものがあって、まあまだ武田塾イングリッシュ用に他のもいっぱい、ここにはないですけどあります。あとは昔の自分のトイックのやつとか、英検1級合格マップ、淳さんにもらったやつですね。この4技能のね、当時の時にスピーキングの講座担当してたんで、まあ、その時とかに読んだりしたやつですね。で、これ、時田先生からもらった、中1英語、中2英語、中3英語が面白いほど分かる。後ろにあったのが、これね、国連英検のやつ、古いやつたちですね。国連の分かりやすい活動と世界の前のやつ。で、さらにそれより前のもあるね。時事英単語集とかもね、古いやつですよ、これ。あ、これも国連英検のやつね。なぜかアップリフト英文法が入ってる。学校で教えるやつね。あとは、トフル系ですね。海外のやつとかある。あ、トフルライティング100、完全トフル IBT テスト攻略とか、ミニ模試、IBT テスト、完全教法、懐かしいな。IBT テストリーディング。まあ、これ改訂されてるよね、今ね。中国に売ってたライティングとスピーキングの対策。IBT の単語帳かな、これ。これも中国で買ったやつ。で、Paraphrasing Vocabulary は、これは韓国で買ったやつですけど、もう出てんじゃなかったかな、多分日本でも。ああ、TOEFL Speed Master ね、英単語。英作文品質表現ハンドブックはなんでこんなところに。で、TOEFL の TPO って言って、過去問ですね。オフィシャルで売られてる過去問から、そこに出てくる単語を単語帳にしてる中国の本。あ、TOEFL ITP テストの本ですね。で、世界情勢。海外メディアから読み解く。日英対話。あ、リスニングプラチナルール。あ、これここにあったんだ。探してたんだよ。時田先生もらいましたね。著者の方から。中学校英語は7日間で話せる。漫画なんだよね、これね。出版社からもらったやつね。これ学校からもらった。で、一から鍛える英語長文のベーシック。武藤先生からもらったやつかな。で、語源系がいっぱいある。英語の語源。うん。語源で分かった英単語記憶術。英単語の世界。語源で使える英単語、語源で使える英単語、プラス、究極の英単語セレクション。極上の戦後。こんなの持ってたんだ。で、マンダラ系ですね。私の好きなの。で、脳の系はなぜ発音しないのか。これも語源の本ですね。語源中心英単語辞典。うん。英語類語イメージ辞典。うん。連想式、見る見る身につく語源で英単語。そう、語源の本ってありますかっていっぱいあるからね。語源とイラスト的に覚える英単語。英語の語源辞典。うん。語源で覚える英単語3600。まあ、まだ他のも持ってるよね。これしか出ない受験英語。すごい古いですね。オークションで買ったやつね。試験に出る英文会社、これもそうです。ルーツね、はい、島津さんの、あ、で島津さんのこれもらったやつ、アジアナンバーワンで、英検一級語彙イディオムターゲット、英検一級英単語大特訓、うん、英検一級出る順で合格語彙問題、基礎英文法問題成功だ。なんでここに入ってるで、あ、英単語検定ね、単検。しっぷり英語語源辞典。はい、語源のやつですね。英語語義語源辞典。ビジネス技術実用英話大辞典。まあ、工業英検受けるときに使ってたやつです。これが左上。右の上から2番目。これね、また特殊なやつなんだよね。まず、ケンブリッジ系の試験一覧というか、それらの公式系ですね。TKT っていうのは先生の試験ですね。3つあるんですけど、そういえば受けてないや。英語を教える人の試験です。それぞれのケンブリッジ英検、プロフィシエンシー、アドバンスト、ファースト、プレリミナリー、PTKEY。で、さらにスクール用のものもあるんで、ケンブリッジ英検って。生徒たちが受けるよっていう種類もあるので、そちらもやってます。で、IELTS ですね、これはね。これも古いですけど、7なんで。あ、これ関先生に
もらった世界一わかりやすいトイックエラーランダル総合模試でトイックブリッジの公式でいろんな高校入試ですね、はい、私が挑戦していってるやつね。でトフルの中国で売られてる、まあ過去問と言ってるやつですね。本当の問題ではないけど本当の問題を真似してるやつだね。続いて IELTS シリーズですね、はい、日本で売られてる IELTS のやつがブワーッと並んでます。であとこれから英検1級英作文予想問題とか、あ IELTS のこのオフィシャルのなんかティップね、これ中国で売ってる TOEFL のやつ、スピーキングのやつね。うわーこの人は中国でめっちゃ有名な人ね、はい、IELTS のリスニングだよねこれ確かね。どういう単語が出るかとか、あ GTEXBT の公式だ。そしてまあいろんな英文法解説、英文法小説、あ教育系 YouTuber データブック分担、自分の書いてた単語特急とか、北村さんからもらったやつね、はい、英語の読み方、鉄壁、速単、あ林さんの本だが速単にダイアログ1800単語帳です、鈴木貫太郎さんのトイック結果、めちゃくちゃ時間かかるのでカメラ切り替えます。はいこちらが国連英検の過去問かな、あトイックも出てきた。で、あこれが英校グループ系のやつですね、はい、新演習ってやつで高校派遣で行くときに使ってましたね。おお、当時のやつだ、発音アクセント僕の講座ですね。でこれ河合の使ってたやつだね、経大英語英文解釈とか英文法とか。で模試があって英文どっか一つ一つ分かる武藤先生のやつね。でこれ神崎先生のトイックのやつと、小学生のための英検5級で、おお東大特進、英検の過去問、あ熟語特級、あ出口先生のもらったやつだ、現代文、これ著者のポロポロさんにもらったやつね。で英検があって、でここまたスタンダードとかオールワンとか、いわゆるこれも高校派遣ですね。マスクあるアップリフト、あ早稲田魂、アップリフト、でこの辺が高校で使うやつで、アクティブラーニング、あこれ使ってたな高校でやって、でこれ中国の IELTS のやつですね、この辺が。でこれが中国の TOEFL の対策本で、こっち行って早稲田、あーラーニングティーチングね、はいはいはい、これは自分がセミナーするときとか使ったりしますね、先生たちに向けてやるときよく使う。でトフル、中国のトフル本、うん、で高校入試問題があって、韓国のトフル本、うん、こっちもそうね、韓国のトフル本で模試とかか、あーあとこれあれだね、自分がトフルの学校で習ってた時の教材だこれ、アップグレード、パワーステージ、IELTS のやつ、基礎英語品質問題、あ、看護医療系のためのやつね、これ関先生のやつね、ストック、で、一から来た、あ、鈴湯にもらったやつだ。で、関先生のやつが、マルヤンキー文法、世界一分かりやすい文法、あ、河合の正語のやつね、色違ったんですよ、昔。ね、皆さん、今オレンジでしょ？謎解きの文法がここにずらりとありますね。で、英語の発音、パーフェクト学習辞典、うん、初めての英語詞、はい。で、認知言語学キーワード辞典ね、はいはいはい、これ好きだったな。うん、辻さんが編集してるやつですけど、さっき出してたあのダイアログ1800はこの辻先生の授業でしたね、慶応の時の。でデュオがあって、ターゲットシスタンストップ、でこっち英検1級面接で、成川先生の英文法3つあって、山口の英文法講義、あと馬場純平の文法正誤問題ね、はい、で今井の英文法だ、これ、ね、オークションで買ったりしてたですね。表現英文法、はい、田中重則先生英文法5本のトレーニング必修編好きでしたね。で英語長文ポラリス、富田先生の英文法公文で、1億人の英文法、早稲田の英語、英文法の基礎、ビジュアル英文解釈、上智の英語、慶応の英語、一橋の英語、再び僕の単語帳があって、あ、中本先生の英文法クラブ。公式教材ですね。リスニングリー。これスピーキングの公式教材、韓国のやつね。ああ、角川のシリーズ。これが中国のやつですね。トフルの。トフルジュニアあったね、こんなの。はいはい。ああ、英検2級のワークブックここにある。僕の書いてるやつ。あ、東京歯科大に動画にしましたね。ディスコースマーカー英文読解懐かしい。ジーニアス総合英語、パワーステージ。で、富田先生の英文解釈の原則100、解放のルール144、全部改定されてますよね、今ね。で、ババの英文法語法攻略パターン。今井の英文法語法パーフェクト。あ、今井さんの2がここにあるね。英文読解。で、この辺が、まあ、富田先生のやつでね、これ。全部オークションで買ってんですよ、僕。これだから、リアルタイムで勉強してたわけじゃなくて、大学生になってからですね。あ、で、英文法の格ね、西先生のやつ。で、ケンブリッジ英文法、あ、マーフィーのやつですね。はい。この全国大学入学。まあ、ここにはちょっとしかないですけどね。はい。トイックの公式があったりして、あ、サブ的。あ、トイックスピーキングまた公式。あ、で、また、いましたね、これですね。IELTS のね、スピーキング。で、トフルの公式教材、IELTS の教材、トフルの韓国のやつですね。あ、これも中国のトフルのやつね。韓国、中国の多いね、やっぱね。トフルとか、GTEXCBT の、はいはいはい、公式のやつ。トイックスピーキング。あ、なんかこれ、トフル IBT の
ワークショップですね。先生とかが使うやつで。あ、これ昔のトフル ITP の過去問を全部コピーしてやつ。アクチュアルテスト。ニュースとか時事用語。は、懐かしい。国連系用にやったやつですね。で、この辺が韓国で買ったトフルの教材たちですね。はい、こんな感じになります。はい、どうだったでしょうか。思ったより時間かかった。めちゃめちゃ時間かかって大変だった。はい、編集でめっちゃ短くなってると思いますけど。まあ、やっぱり中国とか韓国の方が、トフルやIELTSの対策は全然進んでるんで、なんで、その行くたびに買ってたって感じですね。コロナ禍になって全然行けなくなっちゃったんで、新たに買い足したりとかはしてないですけど。はい、という感じでした。どうでしたでしょうか。まあ、普通じゃないね、本がやっぱり多いとは思うんですよ、僕のところで。コメント欄で感想を聞かせてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.